はい。続きからやっていきます。メンバーがエアリスに変わってるぐらい、あとは特に何も変わってないんでいきます。でも、もうすぐね。丸ボタンねえんだ。え？何がどうしたの？これって移動はできない。移動はできないんだ。なるほど、こんなのあった？なるほど。わざと落ちる？もう一回。か、いいよね。ダブルマシンガン。これはバレットかな？で、よし。すぐだもんね、ケットシーがいるの。なんで、サクサクいきますよ。ここからサクサクいきますよ。あ、多い。サクサクいけない。イフリート使ってみようか。使ってないもんね、まだね。顔が怖いんだよな。いいね。やっぱ召喚獣っていいね。なんか、あ、発光撃。え、発光撃って、あ、レベル2までいってるんだもん。じゃあレベル2に、はい、ここはまだだもんね。まだまだ、よし、よし、変身は使わないよね。どっちがいいの。なかなか使わないよね。下で待ってる系か、あれ。だからこっち行って、なのに。頑張れだって。これ、あれだよ。ティファと、ティファじゃないわ。エアリスとね、ユリだって、頑張ってんだから。頑張れって言ってあげてほしい。あ、気持ち悪い。なんか強い強い。でも敵の技がね、まあ、トラマジックしかないから、もうちょっと欲しいな。少ないよね。いまいちね、どの敵から何が取れるっていうのも全然覚えてないっていうか、あれ？何これ？ここじゃないの？こういうこと？ガード頑張れってこういうこと？キャー、かわいい。かわいいね。お宝、お宝で。どうするか。宝をもらっていくぞ。世の中は厳しいからな。お宝をいただく。クラウド。いただきます。え？そうだよね、お母さん怒るよね、それね。ごめんなさい。敵か。先か。
張れ、ユヒ。よし。ひどいね。なんか、何を盗んだのこれ。盗んだって取ったの。フェニックスの10枚ありがとう。ごめんね。で、これ下にはどうやって？よしよし。トラマジックで一撃なんでね。まあまあまあ。下ってどうやって行くの？こっち来ちゃったのがダメなの。聞いてこようか。ちょっとカットします。どうす？あ、やっぱこっち来なきゃいけなかったんだ。マクラウドちょうどよかった。この橋つながらないと先に進めないみたいなの。あそこの小屋にスイッチがあるらしいんだけど、モンスターが多くて疲れちゃった。はいはいはい。マクラウドちょっと休もう。いや、さっき変えたばっかなんでいいです。なるほど。これでさっきの場所に行けばいいと。また言う？あ、もうほら、クラウド頑張れって言うから。切れちゃったから。変なのいる。何毒ベースって。リミット使うの微妙だよな。ゼロゼロ。よしよし。あれ、ジャッキ封印ってなんだっけ。沈黙とかそういうのだっけ。あれな、RK だとわかるけど、こっちだと言ってるわ、頑張れって。え、これね、操作する。何？これで戻るのか。お金が貯まってきたね。7000だね。でも7000じゃ少ないよな。やっぱね、パーティーの、これ下何？これは何が？キノコみたいな敵が鬱陶しくてしょうがない。あいつはスピードが速いのかなんなのか、向こうからの方が多いから動画。え、何ここ、何もない、何もない。え。え、行けるだけってやつ。そう、 MP がもうない。なくなっちゃうよ。敵多いから。普通に行っちゃっていい系だね。はい。あー、ここなんか覚えてるな。ボム出てこなかった。ボム嫌いなんだよね。押し切れないっていうか、なんていうの、クラブの早いよみたいな。
したわ。嫌いなんだよな。ファイヤーは無理だよ。ほら、でかくなった。カーン。正気なの。リミットもたまるよね、そんなに食らったら。あ、なんもないんだ。爆発されちゃったら。なるほどね、戦いたくありません。ボムとはもういや。いずれね、レベルが上がったらかな。ああ、ちょっと良くない、暴力は良くないよ。け、またバレット様に会えるとはもっと見なかったぜ。ふん、またどっかの町を追い出されてきたんだろう。何せ貴様は死神だからな。どの面下げて戻ってきたんだ。見てみろ、お前のせいで北コレルは瓦礫の町になっちまった。なんとか言ったらどうなんだ。自分がやったことを忘れたんじゃねえだろうな。すまん、ち面白くねえ。女でクノボーに構ってるとろくなことがねえな。え、ちょっと言いたい放題じゃない、ちょっと言い返してやんな。ムカつくわ。聞こえただろう、俺のせいでこの街は壊れてしまったのさ。いや別に全部が全部バレットのせいってわけじゃないけど、誰かのせいにしたくなるのはわかるよね。でも買うわ、なんかお金払う。お金払うよ、なんか。ごめんなさい、いらないです。ごめんなさい、払おうと思ったんだよ。あー、兵器持ってるね。自然の交通、あ、この辺は買っておいた方がいいね。3個ずつぐらい買っとく。ありがとう。吹雪か。ここであんまりお金を使ってしまうと、ホースイーター持ってるよね。これ欲しいけど、2個が限界かな。とりあえず2個か。1個持ってるらしいし。そうか、クラウド。使えてない。2倍なんだ。全体がついてるじゃん。全体外してミラブルにして、あー、どうしよっかな。これでいこう。話を聞くとかあったよね、今。左の道を行けばロープウェイ乗り場があるぜ。ロープウェイ乗ればゴールドソーサーに行けるんだ。やったね。今までには関係ないんだけどな。あの、野生のね、敵をね、なぎ倒せばね、あの、くれるようかね。無理だよね。一般の人に何を言うかと思ったよね。バレットどうしたの？すまねえな。何があったんだ？この辺りは俺の、この辺りに俺の故郷があった。あったとは？今はもうない。砂の下に埋もれちまったらしい。たった4年で。だからってどうしてさっきの人の木と立ち花ひどいこと言うの？本当だよね。俺のせいだからだ。全部俺のせいなんだ。
俺の故郷コレーは古くから炭鉱の町、村だった。埃っぽくてのどかで貧しくて、そんなちっぽけな村だった。早い。マコーロという名を初めて耳にするあの時までは。死んらへんいるね。うわ、キャハラ。ムカつく。どうする反対しているのはないんだけだが。俺は絶対反対だ。コレルの炭鉱捨てるなんて、できない相談だからな。コレルの炭鉱は俺たちのじいさんたち、親父たちが命がけで守ってきたものだ。俺たちの時代になって捨てることなんてできない。でもよ、ダイン。今の時代、石炭なんて誰も使わない。時代には逆らえないんだ。そう、時代は真っ向エネルギー。大丈夫ですよ、ダインさん。真っ向炉完成の暁には、我々死んだカンパニーが皆さんの生活を保障します。嘘つき。なんだい、俺は女房のミーナにこれ以上苦しい生活をする。そっか、女房いたね。そんなの俺だと同じなんだ。でもそれでも俺には炭鉱捨てるなんてできないんだよ。ダイン、分かってくれ。難しい問題だよね。こうしてコレルマコールは建設され完成した。さっきあったやつはコレルマコールかな。私は豊かな生活を見ていた。しかしでしょうよ、スカーレットだもん。ああ、もう最悪。俺とダインが村を離れているほんのわずかな時間の出来事だった。コレル村はシーナの軍によって焼き払われてしまったんだ。大勢の村人たちも俺たちの家族もみんな一緒に。なんか人殺さなくてもよくない？なんか別に。シーナの軍、一体何のために？まあ、航路で爆発事故が起こったんだ。シーナはその事故の責任をコレル村の俺たちに押し付けた。反対派の仕業だと言ってな。ひどい。確かにな。でもよ、俺は信頼以上に自分を許せなかったんだ。俺さえマコーロに賛成しなければ。でもそれって別にバレット一人が悪いことじゃない。自分を責めちゃダメだよ。その頃はみんな信頼の甘い言葉に踊らされていたんだから。だからよ、だからこそ俺は自分に腹が立つんだ。甘い言葉に乗せられた挙句、女房ミーナを失い、もうあんたらこの捜査に行くなら早く乗っておくれ。物件は必要ないからね。乗る。すごいね。この論題ただなんだもんな。ナインは親友だったぜ。ガキの頃からのよ。知らなかったわ。バレと何も言わなかったから。私はバレットに同情なんてしないよ。死んだを死んだのが悪いのさ。早く乗らなきゃ。なんだろうな。でもスカーレットが悪いんだよ。キャハが悪いの。でもこんなジメジメした空気はちょっと忘れて。あれだよ、ゴールドソーサーだよ。やったさ、すごいよね。いいね。働きたいもんな、これ。かわいい。かわいいよ、入り口がもう。確かさ、入場料5000円だったの。ここ確かセーブできないよね。なんかそれはね、覚えてんだよ。何回かここでね、死んだ記憶があるから、死んだっていうか、辛い思いをしたっていう。だよね。だよね。知ってる知ってる。ようこそゴールド捜査へ。5000円だっけ、入場料。
5歳。あ、1回3000ギルなんだ。投げの値上げ5000、3万。3万はね、今ちないから1回だけで。いずれね、ゲットで自動防衛法則が出ましても、ここになりますので、はいはいはい。どうせ GP だそうです。うん。OK です。あ、楽しい。かわいい、その下に書いてあるやつ。あ、楽しまなくっちゃ。エアリスと同じ気持ち今。そんな場合じゃないのは分かってるけどね。そうだよ、どうせね、私3000払ったんだから、楽しまないと。ね、バネットも元気出して。そんな気分にはなれねえ。俺のことはほっといてくれ。そう、仕方ないね。行こう。やはりちょっとひどいんじゃない？こういう時変に気を使わない方がいいよ。確かに。そうかな。大丈夫よ。私たち遊んでくるね。勝手にしろチャラチャラしやがってよ。俺たちはセフィロスを追ってるんだぞ。それ忘れるんじゃねえ。はーい。怒っちゃった。でも大丈夫みたい。なんだかいつものバレット、少し元気出たみたい。え、誰と行こう、誰と行こう、誰と行こう。私と行く。私と行くのか。あー、どうしよう。あー、どうしよう。どうしよう。ユヒと行くね。ごめん、ナナキ。ユヒと行くわ、今、とりあえず。よし。よっしゃ。さあ。はぁ、はぁ、空白をしてますな。どうですか、皆さんの未来占うで。明るい未来、愉快な未来、あ、悲惨な未来がいたら堪忍してや。あらら、すいません、僕は占いマシーンです。名前は、あぁ、このアイコンだけで可愛い。はい、叶うのは未来だけか。バカにしたらあかんで。何これ、え、なんちゅうのこれ、うせぶもの。セフィロスって男はどこにいる。セフィロスですな。ほな行きまっせ。これかわいい。やっとね、本編始まったって感じだよね。中吉、活発な運勢になります。周りの人の声に甘えて一頑張りしておくと、夏以降にドッキリな予感。なんだこれは。あれ、オープンやりましょうか。かわいい。忘れ物には注意、ラッキーカラーは青。もういい、乗ってえな、オープンやらして。そう、怒らないで。かわいい。なんだよ、教えろよ。求めれば必ず会えます。しかし、最も大切なものを失います。変か悪いかようわからんな。こんな占い初めてですわ。気になりますな。ほな行きましょうか。なんだ、占いやケットシートして。こんな占いは不本意なんです。きっちり見届けんと気持ちが収まらん。皆さんと一緒に行かせてもらいますわ。変なやつ、クラウドやめなよ。やめて、イフ、そんなこと言わないで。可愛いやつ、クラウド行こう。連れて行こうよ、にしよう。どないに言われてもついていきます。おひ。ふぅー。来たー。かわいい。力あげとこう。あー、マテリアさ、つけたいけど。そうだよね。え、返してって言いにく。いる、まだ。え、何？
違うとこ来ちゃった、違うとこ来ちゃった。どうしよう。違う、ここじゃない。ああ。ん？違うよ、まだ本編を進める気はないんだよ。死んでる。なんで？私を置いていくな。待って、行かないでくれるの。ゴールドソーサーで遊びたいよ。これ遊べないかもしれないよね。うーわ、遊べねえな。ちょっと戻れない？ダメ？無理？フェヒロスがやったのか。よし、いい加減にして、本当に。ソーサーで遊べないじゃん。これは違う。銃で撃たれている。セヒロスは銃など使わない。おい、何があったんだ？片腕が銃の男。やる？お前でおとなしく、待って、ごめんなさい。あのね、回復のマテリアがないの。待って、ごめんなさい。本当に。違うんです。お前らがやったのか。違います。違う、俺たちじゃない。はい、逃げない、やばいで。待って、だってさ、銃持ってる人いなくない？そこをさ、もうちょっと、注意してみてほしい。メガホンと、なんか投げるやつと、剣しか持ってないよ。あ、マジかよ、ここまでだな。待って、話を、お話を聞いて。え？ほんと話を聞いてほしい。よこの人嫌い。誰だっけ、あの人名前付けた、はい、少しはこっちの話を聞け。本当だよ、リオだ、リオ。人は罪を償うのだ。あれ、これマテリア外れてきてくれるかな。 PATS 確か下で使えだっけ？使えれば全然いいんだけど。おい、大丈夫？火をついてきたの正解だけど。ここは？砂漠の監獄。コレルプリズンやな。砂漠の監獄。そりゃ砂漠の竜さんに囲まれた自然の監獄や。一度入ったら出ることはかなわんって聞いてます。けど確かなんか特例があったような。この曲好き。あれ、あいつバレットじゃないのか。何やってんの、バレット。あんたまさか本当に。ふうな、これは俺が型をつけなくちゃならないことなんだ。ほっといてくれ。ひょー、あの人も皆さんのお知り合い。なんや、不相な人やな。そうやね。おい、クラウド、あのやつほっとこうよ。向こうも空いてんだしさ、これさらばしよう。な、みんなさ、冷たいね。ここ多分、ティファとかね、エアリスとかいたら、もうちょっとなんか、リアクション違ったんだろうけど。ごめんね、なんか。どうしよう。とりあえず下行くか。この曲はほんと好きなんか。これさ、ストーキング、なんかストーキング行為してくる人確かいた記憶がある。やばい、MP。ちょっと待って、敵の技で行こう。でも敵の技はね、もうちょっとあれだね。あ、強いね、死なない。え、自爆でも。やめてやめて、うわ、盗んだ、クソムカつく、許さない。でもお金よりもさ、なんかメタルなんちゃら返してほしい。メタルなんちゃらマジ返して。泥棒とか許さない、ほんと。オッケー、うん、はいはい。泥棒なんて許さない。で、ちょっと待ってね。きっとし真ん中に置きたい症候群なんで。敵の技は、これかな。
完全にイメージの問題なんだけどね。なんか、ケットCにつけるっていう。だね、今つけれるのそれぐらいやね。切り替えくそっか。もうストーキング野郎マジやめてほしい。ちょっと押し置いといたら、この砂漠は超危険だぜ。何へへへって、これってさ PHS 使え そうか使えないか。ちょっと一回あ待って、でもテント使うのって微妙。ホテルある、わかんないね。あでもテントあるんでも使えます、はい、でじゃあ今回ここで終わりたいと思います。でもケットシーンもね仲間になって、うん本編始動したんでね、急にそこか、はい、じゃあ今回これで終わりたいと思います。バイバイ。